ストリートファイター、初プレイのスノーマン佐久間大介と、スト2長をやってた。バナナマン日村大興奮の対決結果は、スノーマン佐久間大介とバナナマン日村ラ祐希が、日本中で押されているあれやこれやを独自の目線で自由に検索して掘り下げる、ゆるいトークバラエティ、サクサクヒムヒム、推しの降る夜、日本テレビ。9月13日の放送では、ストリートファイター VI をピックアップ。 スト2、ストリートファイター2、世代ど真ん中の日村は、スト2超やってた。俺の時間だ、と大興奮。佐久間は意外なことにストリートファイターに触れるのは初めてだそうで、興味津々。かつてゲームセンターで遊んでいた思い出や、使っていたキャラクターまで懐かしい話が膨らむも、現代の、ストリートファイター、は知らない二人が、長年愛され続ける理由を深掘りする。 そんな二人のもとに、今回も最強の、おし辻さんな登場。小学生の頃、スト2にはまり、今では公式大会の実況解説を行うハメ子。さんが、ストリートファイターの試合の熱さを実際の映像とともに解説する。さらに、ゲームの魅力を深掘りするにはやっぱり、実際に二人によるゲームプレイも。キャラクター選びにも、推し、ポイントがあり。 スト2から活躍するキャラクターにもちゃんと月日が経っていて、おじさんになっている。